ケットの中に入れたはずなのに。さっきすれ違ったのってあの映画スターじゃない？ポケットの中に入れたはずなのに。処理しなきゃいけないことが。興奮して眠れない感じ？うちもう夢の世界が見たくて待ちきれないよ。そんなの黄昏の時に決まってるじゃん。リゾートに来たからにはショッピング天国に行かないと。絶対バッグがパンパンになるまで買ってやるんだから。そんで買い物が終わったら綺麗なドレスに着替えてピノコニー大劇場でロビンさんのコンサートを楽しむんだ。そういえばちょっと気になってるんだよね。ヨウジちゃんも気づいてたっぽいけどロビンさんの声なんか疲れてるみたいだった。なんて言えばいいのかわからないけどいつもとは違う感じがする。もしかしてこの前の銀河ツアーで疲れちゃったのかな。あんな状態でも公演を続けるなんてロビンさんって本当にアーティストの鏡だよね。最初は本当に休暇を楽しむんだって思ってたけど今はこの宴は普通じゃないって思ってる。それぞれの勢力が謎を解いて遺産を巡って争うなんてまるで探偵小説みたいじゃない。もしかしたら肉親の仲違いとか家の没落とか死別とか血塗られた事件とかそういうお決まりのシーンもあるかも。そしたら超スリリングだよね。ただの冗談だよ。そんなことあるわけないじゃん。大丈夫、たとえ空が落ちてきたとしても幼児ちゃんと姫子がどうにかしてくれるから
うちらはせっかくの休暇を思いっきり楽しもう。変だな。なんで俺の部屋のドアが開いてるんだ。年を取るとどうにも寝付けなくて。あれ？あいつは。また会うなんて本当に奇遇だね。そう身構えないで。僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよマイフレンド。決まってるじゃないか。まさかファミリーがタダで提供してくれたと思ってたのかい。ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う。ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい。賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快、カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい。あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい。誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格くん、そうだろ。
今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。うん、それでいい。ああ、そうだ。出ていく前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？君の部屋？うん、すごいな。ピノコニーに来て間もないのにもう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていてよからぬことを考えてる奴も多いから十分に気をつけた方がいいってね。例えばドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ僕はこれで失礼するよ。お兄さん、楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？どうして出て行かないのかと聞いている。まさか私が間違えたのか？いや、まさか声をかける前に何度も部屋番号を確認したんだが、もしかして区画、いや塔の番号から間違っていたのか。すまない。このホテルは広すぎる上に廊下のデザインも似ているから油断するとすぐ迷ってしまって。とにかくあなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが出ていく前にもう一つ質問してもいいか？少し奇妙というか失礼だと思うかもしれないが、それでも知りたいんだ。私たちはどこかで会ったことがあるか？そうか、さっきからずっと懐かしい感覚がするんだが、これが既視感というものなのだろう。これも一種の縁だな。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか？あの男が去り際に言っていただろう。
いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャーヨミ、周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。ヨミは帰っていったけど、おかしい。さっきからずっと変な感じがする。まあいいか、いろいろあったけどこれでようやく眠れる。ん？あ、ああ、そのすまないが、ロビーへの戻り方を教えてくれないか。この辺りの廊下は本当によく似ていて。やっと終わった。無強パスポートのガイドの通りにドリームプールを操作しよう。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。すぐにあなたの理想が目の前に現れるでしょう。ドリームプールに入り、人生と年を取るとどうにも寝つけなくて。カンパニーにはまだまだ処理しなきゃいけないことが。
でスーツケースの中に生き物がいるって表示されるの？もうすぐ大スターが来る。何か共有することでもあるのか？もう戻ってきたのね。出られたら。全てが昨日のことのように映る。